2023年1月おはようございます。徳永健三です。今日はですね、佐藤一郎さんに来ていただいて、東京湾で、シーバスゲームをチャレンジしようかなということ で今回の聴講にあたって、これあれですよね、一郎さんところのルアーですよね。そうなんです。はい、そもそも姫マス用で作った姫ポンっていう、はい、軸なんですけど。そうなんですよね。これレイクジギングで使わせていただいて、足の子もそうでしたし、クッシャロコもそうでしたし、超入れ食いなんですよ。そうかね、いろんな魚が釣れるっていう。そうなんですよ。うちお店でこれ置いててもなぜかそのトラウトじゃない時にもバンバン売れてて、それでシーバスに使ったらね、また爆笑なんですよ。それだったらもうこれは本家本元ね、一郎さんに来ていただいて東京湾のシーバスを、チャレンジしていただきたいということで、はい、本日の企画になりました。本日よろしくお願いいたします。はい、ヒメポン東京湾シーバス大爆釣。今ポイントの手前まで走ってたんですけど、周り結構鳥山が飛んでて、で魚探のを見ていただくとですね、これ下が水上魚探で、上がクリアビューなんですよ。で魚影を見るのにはこの通常魚探がいいんですけども、もう下イワシががっつり映ってます。はい。で、こちらが、サイドの、映してるんですけども、こう見ると、こう、縞模様で横に映ってるんですけど、これ、サイドをずっと撮ってるんですよね。で、幅30メーターで撮ってるんですけど、もう水面近くまで、ベイトが浮いてて、で、縦で見るとこんな感じになってるんですよ。で、このサイドの利点っていうのは、高速で走りながらベイトが見つかるんで、そのこの城のパターンなんかの時にはもう走りながらこういう姉妹模様を見えたらそこで止めて、ライブスコープ入れたり、そういうことができるんですね。まあだから、通常魚探見てサイド見ながら、この全体のベイトの分布を見ながら釣りができるということ で、ちょうど正面にですね、しましまのヨットの帆みたいなの出てきたんですけど、あれアクアラインの、吸排気筒で風の塔っていうんですよ。東京湾では非常にメジャーなポイントなんで、今日はそこをまず攻めようかと思うんですね。で、その手前でもこんだけベイトが来ていますから、かなりこう期待値大ですね。で、あっちのポイントに着いたら、今度ライブスコープを入れてみて、その中の様子をまた見てみたいと思いますので。はい、今これ横で見てるんですよ、パースペクティブで。で、そこをこうコンクリになってるんですけど、この内側が映っちゃってるんですよ。コンクリの内側が穴開いて下が袴になってるんで、でこれ見ていただくと左側、これ空中から上で水面に出てるとこ見るとただのコンクリの壁なんですけども、やっぱり下が構造物が映ってて、この内側はこうアングルがすごい入ってるんですよ。その中に両方にですね穴が開いてて、このプールつながってるんですよね。で魚ハイボームですよ。でこの細かいやつ、これメバルなんかだと思うんですよね。でもっとでこの辺ちょっと大きめでポツッと映るじゃないですか、はいはい、これシーバスですね。はい、だからそうなんですよ。だからこの今まで見えなかったイメージで映ってたのが、実はこう全部絵で見えちゃうという、そのアングルの間にいるメバルなんか、あとカサゴなんかも映るんですけども、に
さっき沖で見てた、うん、あのイワシはこっちの通常魚探でいると今映ってないんですよ、うん、ただもうそれがこう群れで来るんで、うん、その際を落とすのが食ってきてくれるって感じ。なるほど、はい、そしたらあの私ここで、エレクトリックモーターとエンジンと両方でダブルで操作するんで、うん、あの一郎さん前の方でちょっとジグ落としてみてください。わかりました、はい、じゃあちょっとやってみましょう。すごい数の魚ですね。もううじゃうじゃですね。うじゃうじゃですね。うじゃうじゃですね。あとは釣るだけ。そこが一番問題だ。魚はいるけど食わないってことありますよね。ちょうどね、今まだ潮止まりなんですよ。これからどんどん潮動き始めると思うんですけど、イメージとしては27メーターの15から20ぐらいの棚人がすごいですね。いやー本当に寒いですね。寒い。どんな、その際にフォールで落としてくれれば。これどんな感じで巻けばいいんですか。もうスーッと落として巻き上げて落として巻き上げて落としてっていうイメージです。上まで上げちゃっていいんですか。いや、そこまでやらなくてもいいです。イメージとしては10から、下になってるんで、ボトム取ったら巻き上げて落としてでいいです。で、どっちかっていうとこの右側の壁にすごい魚いっぱいいたんで。なるほど。右側の壁に向かって落としてもらえる。もう結構あのこのヒメポンって落ちる時もこう誘ってるんで、こうフリーにしてスーッとカーンっていう感じで入るんですよ、うん、でボトム取ったらシューッと巻いて落として巻いて落としてっていいです。あのレイクジギングと全く一緒の感じですかね。レイクの時って割とこうワンピッチでやったんですけど。そうですね。ただ深さがあるんで、どっちかというと長い距離でやるような感じですかね。こうアクションつけた方がいいんですか。あのアクションつけてももちろんいいんですけど、うん、このヒメポンの場合ってそれ自体が結構誘ってくれてるんで、うん、特に何にもしなくてもいいって感じでガンガン釣れますよね。この辺はね、あの壁際にメバルばっかりで、シーバスそんなには映ってなかったですね。ああ、うん、そこまでギリギリに打っていくんですね。そうですね。ストラクチャーの周りにやっぱ結構ついてたりするんで、うん、この辺になるとあのちょうどその角あたりにあのベイトの群れが、イワシの群れが映ってますね。あ、ちょっと波ありますけど、古本線の引き波が来てるんですよね、結構ね。なるほど。ちょっとバチャバチャしますけど、まあまあ、まあ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 だまあもうちょっとしたアトラクションだなこれ。この辺あんまり映ってないんでちょっと動きますね。はい。ちょっと沖側の方がイワシがいっぱいいたんで、あそこについてたのはメバルばっかりだったからな。うん、ここにシーバスいた。ちょっと離れたところにいます、ね。一段ここ降りた方がいいかもしれないですね。なるほど。なかなか激しいですね。うん。あんまりついてないな。動きます？あんまりいない。いない。とかイワシがくっついてない。あんだけ沖にイワシいっぱいいたのに。これ全部メバルがうじゃうじゃついてますよね。ほら。ああ、ほんとだ。シーバスがあんまりついてない。
やばいっすね、これ寒すぎやん。本当に寒いっすね。青森だよこれ。青森の方がもう少し暖かいです。いや本当に超寒。冷凍がいないですもんね。あ全然。シーバスの魚影が見つからないので次のエリアに向かいます。こっちイワシがすげえついてますね。この周りイワシがすごい。ストラクチャーとイワシがやっと絡んだ。なんか今当たったな、また。お？お、来ました。来ました。クリアだったんだろうね、なんか今テンションしてるけど。よっしゃー、おめでとうございます。よっしゃ、やっぱりフォールでしたね。フォールですね。落ちてる途中になんかコン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 って持ってって。一郎さんが早くもシーバスをキャッチ。やっぱフォールですね、やっぱり。うん、なんかこのヒメポンのこのヒラ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 っていう、そのああいうフォールの感じがいいんですよね。ただこう当たりなんかこう取りづらいっていうか、あの難しいですね、このフォールの落ちてる感じのあたりっていうか。結構やっぱすごくこのヒメポンってね、引いてるとこも動くんだけど、こうかなりいい感じで落ちますよね。うん、あれで食うんだよね、ボールで。はい、あー今当たった。なんかちょっと分かるようになってきた。当たりがやっと分かるようになってきた。なんかねこうカンカーンってこう なんて言うんだろう、ラインがなんかちょっとこうライントラブルなったような、なんか出方のいびつななんか感じが。よし、もう潮が立ってきたんで食い気はどんどん上がってくるんですよね。健三さんにもヒット。ヒメポン入れ食いです。おお、いい感じで突っ込む。次郎さん、ヒメポン入れ食いですよ。え、マジですか。よいしょ。この時期ってあの産卵明け、11月12月ぐらいが産卵なんですよね。産卵明けの魚が沖のイワシについて、あの、まあ、越冬の群れと一緒になるって感じなんで、だからどうしても痩せてる魚が多いんですけれども、もう時間がだいたい経ってきてるんで、魚のコンディションはかなり回復してきてるって感じですね。痩せではいますけど、綺麗なシーバスです。はい、逃がします。素晴らしい。入れ食いです。ヒメポン入れ食いです。だからあの通常魚探で広い範囲のベイトを探しといて、ライブスコープを当ててって、ベイトとシーバスをこう分離しながら見つけていくっていう作業ができると、シーバスはいないんだけどイワシの群れっていうのもあるし、その時としてはこうベイトが絡まなくてもストラクチャーの周りでこう、その群れが来るのを待ってる
シーバスもいるんですけども、そういうのがこうライブスコープ見るとあの見分けができるんで、で今潮が走ってきたんで、さっきまでいてもこう映ってても食わなかったやつ目撃が当たってきて、で水中のこう状況が如実に分かるって意味でライブスコープはやっぱすごいですね。まあ、もちろんバスにもそういう根魚的なこうなんていうんですかね、ストラクチャーについてる魚にも強いんですけど、そのベイトフィッシュとそのゲームフィッシュ、それを餌としてる魚との関係をこう見分けながら、コンディションを 見ながらライブスコープで釣りをすると、はっきり言って、こう海でもかなりこう役に立つ釣りですね。はい、で今ここのちょっと離れたところ釣りしてるんで、このストラクチャーの周りにもいっぱいいるんですけど、このちょっと離れたところにいる、この離れたで、ここに白いの映りましたよね、こいつ、これシーバスです。シーバス、こう、おー、来ました来ました、来ましたね、おー、やっと来ました。すごそうな、え、いや、なんかちょっと俺さっきドラグをちょっと目がかりの時に結構良さそうですね。ちょっと横とかにかかってんじゃないですか。すごいな、そうそう、バットから入りますね。トラウト用ですからね。あ、トラウト用なんですか、はい、これ。いいサイズの、あ、やっぱりいいサイズの横がありです。あ、いいサイズ、いいサイズ。なんか動かない。一郎さんがナイスサイズをキャッチ。ありました。スゲーポン、いい仕事しますね。いい仕事してますね。なんかフォールの当たりが分かるようになってきたぞ。一郎さん、さすがですよね。いやいやいや、コツが分かっちゃえば一発走りますね。次のポイントへ向かいます。なんで釣りしてる時はこういう過酷な時が多いんでしょうね。今日東京で今年一番の冷え込みですよ。マジですか。本当1度とか10年に一度あるかないかの冷え込みです。パイプって言って、堤防の下にこうパイプになってるじゃないですか、はい、であれ8の字になって広がってて、こう全部抜けてるんですよ。で潮通しが良くて結構こう低くとこなんですよね。ベイトついてないし、シーバスもついてないですね。なるほど。これはこれでライブスコープの威力なんですけど、こういう時はやらないっていう説明で、すかさず見切って次のポイントへ。東京では雪が降り始め、釣りができるのもあとわずか。気温はぐんぐん下がり続けています。よし、ちょっと最後頑張りましょう。パラパラ映ってます。むしろベイトあんまりいないけど、シーバスっぽいのが映ってますね。単発で、そこそこ大きいやつ。うん、ああ、ああ、来てる、やっぱ。よっしゃ、一郎さん一投目にヒット。いつでも続けてしまう。決めポンだって。小ぶりだけど綺麗なシーバスです。
おお、来た。巻き上げてきた。巻き上げで初のヒットです。いや、チェイスしてました、ね。連続ヒット。あれ。入れパクです。入れパクですね。やばいですね、これ。もうフォールでしか来ないのかと思いきや。いや、そんなことないです。ちゃんと巻いても来るんだね。さすが姫子。もうヒメマスがポンポン釣れるからヒメポンっていう。おいしいね、ヒメポン。ヒメマスはどっちかっていうとそのロングキャストでこう何回かこうなんていうのしゃくってそのやっぱりフォールなんだよね。で、あの昔はあったんだけど最近あのこういうなんていうのかなあのなんか後方重心じゃないやつっていうか センター重心みたいなその少なくてでやっぱりそのヒメマスってそういうのに反応するっていうのが分かってたからその落ちる時のこう姿勢とかをそのなんていうかなあの食いつきやすいようなそのなんひらひらこう落ちる落ち方を意識してで作ってでまあそしたらもうヒメマスでもう大爆釣でなのにメーカーのそういう狙いと逆にそのブラックバスとかなんか変なあの狙ってない魚でばっかりなんか釣かでな関東とか関西とかでめちゃめちゃ出るから。あっちにヒメマスいるのかなとかすげえなんで売れるのかなとかすげえ思ってでもやっぱりベイトフィッシュの動きなんだろうね。あだからもう何でもこうゲームフィッシュ反応するっていうか素晴らしいよね。でこれの 40g までしかなかったんですけどそれがシーバスすげえ食うんですよ。だからこれもっと本当ちゃんとシーバス攻められる 60g がないかなって一郎さんにあれしてたらじゃあ作ってやってみましょうって話になって今回に至るっていうところですね。で実際よく釣れてあのプロトで送ってもらったのも本当によく釣れてああ今釣れてたのにバレたあれなんだろうねゲームフィッシュがほら釣れた。おお来たゲームフィッシュが喜ぶ動きなんですよ、これすごいです。シーバスポンにしますでしょうかシーバスポンすごいですよ。今巻き上げですか。今落としてワンアクションでポンってくりましたね。だってこれあれですもんね。もうほんとイワシみたい。で今はちょうど産卵明けで越冬のやつが釣れてるからこんなサイズですけど秋はもうでかいやつばっかり入り食いでしたよ。ほんとに産卵で落ちてくやつがガンガン食ってだからその大きかろうが小さかろうがそこにいる魚は本当によく釣れてくるからたまたま今は産卵明けの越冬のやつなんでこのサイズになりますけど秋とかもう結構でかい魚で揃うというかすごい綺麗なシーンです。はい逃がします。今ちょっと説明してる間に2回当たりますからね、はい素晴らしいルアーだよこれ。いや本当にヒメポンって全国的にこんなに売れると思ってなかったから最初ねだってもともとヒメマス用だからヒメマスいる地域じゃないと売れないだろうなと思いながらも
でもまあほら青森には十和田湖があるから、そこの解禁で使うね専用のルアーがやっぱりないとダメだよねっていうことで、まあそんなに売れないかもしれないけど、まあやってみようかっていうのでやっただけなんだけど、こんなに売れると思うね。このヒットです、ヒットです。おーすごい、もう思いっきりこう食い上げてくるもんね、カツサフンって。もう餌だと信じて疑わないですよこいつは。おーおっと、コンディションがいい、ドラッグ出ますね、楽しい。こういう釣りやるのにちょっとこう食い込みのいい柔らかい竿、今一郎さんが使ってる竿はトラウト用の竿なんですよね。で今僕使ってるのはメガバさんのバルキリーって言って、どっちかっていうとグラスカーボンコンポジットの竿で、ライトタックル用で、本来だったらまあ8分の3オス 10g からその2分の1ぐらいまでしか投げられないような竿なんですけど、ポーリングで落として食わせるんで、こうやっぱノリのいい竿がいいんだよね。もう小さいですけれども、逆に言うとイルサから全部食うという、そんな感じですね。いやします、もう当たったらポンって食いますよね。だからこうまあそういう俺の釣りの時って、まあ、チラシ針っていうシーバス用の使うんですけど、基本はボールと落とし込みで食ってくるんで、お尻の針2本っていう、そういうこういうあれですね。で吸い込みやすいようにこうアシストがついてて、こういうようなやつを使うんですね。もう歯型ついてますよねこれ、鉛に。次いきますね。あ、次行くっていうか、もう来た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 、もう釣れてますよ。次行こうと思ったら、よいしょよいしょよいしょ、よし、逃がします。ライブスコープで見るとね、どういう風に映ってるか。おー来た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 、もう入れ食いですね、入れ食い。巻き上げでしたね今。ずいぶん上に上がってきてから、上げようと思ってから来たね。多分10メーターぐらい。綺麗綺麗。お、そこそこいい方だ。はい。おお。よいしょ。すごいコンディションがいい。ナイスコンディション。これはちょっと当たった。いやもうだいぶ下からだいぶ巻いてきて15メーター以上。もう多分上から10メーターぐらいのところで多分。ずっと多分追ってきてた気がするねこれ、うん、こんなシーバス初心者でもこんなに釣れるんだから。いや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 、どこが初心者なんですか。まあでもそういうのも、はい、そのガーミンの装備があってこそっていうことなんですね。そうですね、本当にちょっとこういうこういう しときました。お仕事時間だ。シーバス楽しいな。そうですね。いやかなりこれあれですよ、相当厳しい日ですよ今日。この寒さといい風といい。今ここのストラクチャーのとこ行っていらっしゃるんですよ。でこの周りもうベイトがいっぱいいますよね。でここにほら白いちょっと大きいのが泳いでるじゃないですか。これちょっとシーバスですね。はい、だからこのベイトフィッシュの周りを回って歩いてて、でこう落ちてくるに対して、まあ、リアクションで食っちゃうんだよね。で食い気が上がってくると、今ちょっとこれ上の方向けたんですよ。でここの中層にもいるじゃないですか。こいつがこいつらが巻き上げで、これストラクチャー のタイトなんですけど、その外にずっと回していくと
このちょっと離れたところにも白くて大きいのいるの、これはあのシーバスですよね。で、そう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 。でこのタイトンに中入ってるやつは、ちっちゃいのはイワシだったりするんですけれども、その中で時は白いのをポンって言って、こういうシーバスですね。だからその水中のね状況が見えてわかるんで、それで狙って釣れるってところはまた面白いですよね。だからライブスコープがあの導入したことによって、まあ、もちろんこうなんていうんですかね、あのチョーク上がるの確かなんだけど、その何結果合わせみたいな、答え合わせみたいのができるんで、またその次の釣りにつながるっていうか、うん、面白いです。これマダイも釣れるんですよ。これでタイポンっていうのは、ヒメポンがバカ売れしたから調子に乗ってタイポンで釣ったんだけど、タイポンもそこまでなんか爆発しないんだよね。まあタイのやついっぱいあるからね。でもまあまあタイって言ってもそのほらシーズンによっていろんな釣れ方があって、まあ、僕らがあのいつもやってるのはあの一番早いところで150とか200グラムとか落としてガンガン性で、あのタッピのガンガン性で釣るっていうのは一番あの好きなんだけど、春ののっこみの時にキャスティングで釣るっていうのがあるわけで、その時にあのこういうライト系のジグ、うん、でまあほんと不思議とね、そのそれもあのいわゆるテール重心のジグだと意外と食いづらくて、やっぱこういうヒラヒラ落ちるポールでもガンガン食うんだけど、その意外とこれね、こうスローのたたびきみたいなあのやつをやってるとそれにヒットするっていう、うん、キャスティングでキャスティングマダイの、うん、たまにあのナブラになってることあるから、うん、でバーチカルには食わないんだよ、うん、横引きじゃないと食わない、だからキャスティングマダイっていう、うん、次のバースいきまーす。はーい、これがタイプ入れ食いですよ。1投目から食う、おーすごい1投目から入れ食い。でもヒメポンの場合はめっちゃちっちゃいのまであるっていうのが、ヒメマスだとまあまあ、ただやっぱりそのヒメマスもその日のそのコンディションによってサイズで食う食わないっていうのがあるから、それでやっぱりいろいろサイズは持ってた方が、めちゃめちゃもう釣り堀じゃないですか。もうおお、外れた。あ、ついてるついてる。あれ？外れた。なんだ、すげえ来るな。外れてまた次のが食ったんですね、今ね。で、また外れたという。すげえな。おー、もう入れ食いですよ。おお。落とせば食う。素晴らしい。おお、ジャンプした。よいしょ。おっしゃ。ああ、また外れた。おお、来た来た。だいぶ上ですよ、もう。もはやもうこれ餌だね、これ。餌だよ。本当に。やばいですね、この釣りやばいですね。この釣りこれやばくないですかこれ。マジですかこれ。餌より釣れるよこれ。そうそう、本当そう。餌より早いと思う。餌より釣れる、本当に。なんだこれ。ダブルヒットです。
やばい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 じゃんもう。ハモ入れが忙しく。で今あのガーミンのホースでアンカーロック入れてるんですよ。だからもう一箇所でもずっと止まったまま延々釣りができるという。これまあまあの感じ。でかいでかい。よし。よっ。いろんなサイズいるんだな。言い方です。姫ポンです。多分これ無限に釣れますよ。永遠と。これ一郎さん面白いでしょ。いや面白いっていうかなんかちょっとこれもはやなんていうのかな、これシーバスってこういうゲームじゃなかったような気がする。いやちょっと松本さんちょっと一回投げてみてください。俺カメラをちょっとこう回します。いやどんだけこの誰がやってもっていう。やってみます。もうこれ誰がやってもというところでカメラマンの松本さんもヒメポンシーバスに挑戦。右巻きリールを使ったこともないのでぎこちないです。あの合わせる竿でやんないでただ巻くだけでいいです。軽く、そんな感じでかかってんじゃないですか。ゆっくり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 起きてる。そう来てる。ゆっくり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 。おーちょっと待ってください。すごい、やばい。もうこれ巻き上げてください。やばいじゃないですか。はい、松本さん、はい、これカメラマンが俺にカメラ持たせて何をやってるんですか。もうなんだ簡単だな。いや本当ですね。姫ポンの威力ですよ。姫ポンの威力ですね。本当ですよ。思い知りましたか、姫ポンの威力。はい。ちょっと帰りに帰りに行きます。買い占めます。はい、こんなに釣れるんだったらシーバス漁師できるよね。釣らないようにするのが難しいぐらい。いやー、やばいな本当にこれ。なんでこれ誰もやらないのこれ。おお来たやっぱもう一投目こっちもですよ。ダブルヒットですよ。やばいですよ。もうダブルヒットです。やばい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 これやばいですね。おこれはさっきよりサイズアップしてました。おうまいこと外れた。これもう一匹入れちゃいましょう。はいはい、はい、すごいやばいですよ。ちょっとやばくないですかこんなこんなのあります。シーバス釣りとは思えない。それはとか見事なダブルヒットで締めました。はい、シロさん今日は本当にありがとうございます。いや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 、こちらこそ、はい、素晴らしい商品を持ってきていただいて。姫ポン本当に入れ食いでしょ。やばかったです。本当にすごいんですよ。でもうそれでお願いしてお持ちいただいた、はい、それとあと、ね、東京湾のポテンシャルっていうのを味わっていただいて、やっぱライブスコープとかこう新しいガーミン機器を使ってゲーム組み立てていくと非常にこう面白いんですけど、いかがでしたか、ね、明確ですもん ね、 そうですね、ここにいるっていうのがね、はいはいはい、でそこに、まあ、姫君なんかがあると、はい、まあ変な話あれ延々釣れますよ、ね、そう、もうだからもうやめましょうって言ったぐらいでワンキャストワンヒットというか、はいはい、1回落とすと1本きますからね。そうです、
あれがあのままね無限に潮止まりまで釣れるんですよ。終わんないから切り上げたんですよ。やばいですよね。本当に餌に釣れますよ。いや本当そう思います。こんなシーバスって本当にこの驚きですね。こんな釣れるもんだと思ってなかったです。よかったです。すごいおかげさまで、はい、いやこちらこそおかげさまで、ありがとうございます、はい、すいません、ね、やっぱりそのいるところいないところが分かっているところで釣れるルアーで釣れる人がやればああいう状態になりますので、ぜひまた東京湾チャレンジ来ていただきたいと思います。釣れる人がって言って試しにじゃあ松本さんやってみてよって言ったら1投目ですね。そうです。誰やってもらってんだみたいな。そうです。ちなみにですけどもうちのガイドで一番若い方は幼稚園の年少さんの娘さんが釣りました。それくらい釣れます。はい、すごい。本当に今日はありがとうございました。